眠りネズミをティーポットの中に詰め込む3月ウサギと帽子屋3月ウサギは、ルイス・キャロルの児童文学、不思議の国のアリスに登場する野ウサギのキャラクター、帽子屋、眠りネズミと共に、自宅の前で狂ったお茶会を開いており、お茶会に加わったアリスをおかしな言動で翻弄する。チェシャ猫から帽子屋と共に気が狂っていると評される3月ウサギは、3月のウサギのように気が狂っているという英語の言い回しから生み出されたキャラクターである。第6章、豚と胡椒にて、チェシャ猫から初めて言及される。ここでチェシャ猫はアリスに、帽子屋と3月ウサギの家へ行く道をそれぞれ教えつつ、どちらも気が狂っていると話す。それに対してアリスは、今は5月だから3月ほどに気は狂っていないはずと考えて3月ウサギへ行く道を選ぶが、自称、狂ったお茶会では、3月ウサギの家の前で終わらない、お茶会を開いている3月ウサギ、帽子や眠りネズミと会することになる。このお茶会に加わったアリスに対して、3月ウサギは、ありもしないワインを勧めたり、帽子屋や眠りネズミの話に茶々を入れたり、まだ一杯も飲んでいないアリスに対して、もっとお茶を飲みなと勧めたりして、アリスを苛立たせる。この場面の最後には、3月ウサギは帽子屋と一緒になって眠りネズミをティーポットに詰め込もうとする。第11章、誰がタルトを盗んだ？では、ハートの女王のタルトを盗んだ容疑をかけられたハートのジャックの裁判にて、証人として呼ばれた帽子屋、眠りネズミと共に再登場し、ほとんど意味をなさない帽子屋の証言に対して横から訂正したり否認したりする。ヨーロッパのウサギ3月ウサギは、3月のウサギのように気が狂っているという、当時はよく知られていた英語の聖句をもとに、キャロルが創作したキャラクターである。この聖句は、繁殖期である3月に、オスのウサギが見せる、落ち着かない振る舞いを示している。ただし実際には、野ウサギの繁殖期は8ヶ月の長さに及び、3月だけ、特に繁殖行動が盛んになるというわけではないらしい。この野ウサギの繁殖期の観察を行った、アンソニー・ホーリーとポール・グリーンウッドという科学者は、デジデリウス・エラスムスの句に、沼のウサギのように狂ったというものがあり、この沼が3月に転化したのだと述べている。ジョン・テニエルによる挿絵では、蝶ネクタイとチョッキを身につけ、頭に麦わらを巻きつけた姿で描かれている。この頭に巻かれたわらは、当時の政治風刺漫画において、狂人を表現するための常套手段であり、テニエル自身もパンチ詩において、オフィーリアの狂気の場面などでしばしば用いていた。しかしこの狂気の表現は、アリスから間もなくして理解されなくなったらしく、そのため後世のアリスの挿絵画家にはこの特徴はあまり重視されていない。ディズニーのアニメーション、不思議の国のアリスに至っては、不可解な獣毛のようなものに変えられてしまっている。なおこのアニメーション映画では、3月ウサギはアリスに何度も一杯のお茶を勧めておきながら、いざアリスがカップに手を伸ばそうとすると、手の届かない場所へ遠ざけたり、アリスの手から取り上げてしまうといった混乱した行為を続ける錯乱したキャラクターとして描かれている。白の王にハムサンドを渡す兵や3月ウサギは不思議の国のアリスの続編、鏡の国のアリスにおいても、ハッタと名を変えた帽子屋と共に兵やとして登場する。兵やとハッタは白の王の使者であり、兵やは町からやってきて王冠をめぐって争っているライオンとユニコーンの様子を王に伝え、王に請われて、ハムサンドと干し草を渡す。この二人の使者は常に、アングロサクソン風姿勢と呼ばれるくねくねとした奇妙な姿勢をとっている。もっともアリスはどういうわけか二人との再会に気づくことはない。マーティン・ガードナー注釈ルイス・キャロル、不思議の国のアリス石川澄子役、東京都書、1980年97ページ。マーティン・ガードナー注釈ルイス・キャロル。新中不思議の国のアリス高山博役、東京都書、1994年、136ページ。マイケル・ハンチャー、アリスとテニエル、石毛正明役、東京都書、1997年、82から94ページ。ハンチャー、全景書、95から96ページ。マーティン・ガードナー注釈ルイス・キャロル、新中共の国のアリス高山博役。東京都書、1994年、154ページ。ありがとうございます。